今つけているホイールというのがアイアンビークに付属されていたホイール、レイスピアーの元々のホイールというのがこちらになるわけなんですが、これは一体何が違うんだろう。ということで今回やっていくのはホイールなんですが、その中でも今回はホイールトレッドを見ていこうかと思います。ホイールトレッドって一体何のことかというと、この幅のことを言います。一般的にトレッド幅が狭いほど小回りが効いてコーナリング速度が上がるのに対して、トレッド幅が広いと安定感と直進性が上がります。ちなみに今履いているホイールというのがピンタイプホイールと言われるもので、このピンタイプホイールのトレッド幅を測ってみると 69.2mm、 リアに関しても同じ幅で、ピンタイプホイールはホイールトレッドが狭いものになります。それに対してレイスピアーに入ってましたスパイラルホイールはというと、フロントのトレッド幅が 72.5mm に対して、リアのトレッド幅が 77.7mm。 お、ラッキーセブン。フロントに比べてリアの方がトレッド幅が広くなっています。なんで前後幅が違うものになっているのかというと、フロントがコーナリング重視でリアが安定重視となると、より回答性を良くしてコーナー抜けを早める効果が期待できます。その他のことで言うと、単純にマシンのデザイン性といったところで気になるところで言うと、ホイールによってマシンのスピードが変わるのか、それを検証していきたいと思います。ちなみにですが、ホイールの取り付け方について、通常このような付け方ではあるんですが、これだと走行中にタイヤが抜ける可能性があるので、ホイールがくぼんでいるところ、ここから 1.8mm のドリルで穴を開けて、はい、じゃあこんな感じで 72mm シャフトを通したホイール貫通をしてあげるとタイヤが抜けにくくなります。注意することとしては、シャフトがホイールからはみ出して危ないので、ゴム管をつけて保護してあげましょう。では改めてホイールの違いをチェックしていきましょう。
ラブトレッドを広げた方が早いっていうんだったら、もともとついてた筋タイプホイールにスペーサーを入れてトレッド幅を広げたらどうなるんだろう。動画以上となります。ギアのトレッド幅は広げりゃいいっていうものでもないのかな。今回の検証だとスパイラルホイールの方がトレッド幅が広かったのと、スペーサーを入れた検証だともしかしたらホイールと摩擦抵抗を起こしたかもしれないですね。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。